20番の島川が出ました。そしてリンスがもう一度前に出る。リンス勝負を仕掛ける、中に入れてくる。もう一度リンス渡った、シュートモーションに入っていますが間を通した。いや3点目、オフサイドはありませんでした。再び小塚、リンスから小塚でした。3点目、嬉しい追加点が生まれました。このシーンです。距離ですかね、一番外が残ってますね、島川、堀米がファーサイドに待っている中で足を伸ばしたのが小塚。